写真は、横型の石碑であるが、縦に長い縦型の石碑もある。石碑とは、黒曜石や結岩、チャートなどで作った、打声石器の一種。原石を打ち替えてできた白片より製作した、白片石器。白片の両端が打ち砕かれ、つまみ状の突出部が作られている。佐の名称はその形状に由来し、江戸時代の高校、金石学ぶ研究において、木内石手が、 天狗のメしシサジの俗称を紹介したことに始まっている。明治時代に神田公平が石碑の故障を用い、中谷十二郎が体系的な研究を行う。しかし、スプーンとして用いられたものではないことは明らかであり、一部に石碑の故障を変更すべきとの意見もある。縄文時代から弥生時代にかけて見られ、縄文早々期に出現し、早期には普及する。 地域的には、東北地方に偏在し、朝鮮半島南部からも出土する。用途は使用魂の観察から、動物の皮や肉、角や骨など動物質の加工や、木やツタなど植物質の加工など、一種の携帯万能ナイフとして用いたと考えられている。土質部に紐や天然アスファルトが付着して出土したという例や、 石碑を身につけたまま埋葬されたという例もあることから、紐を巻きつけて首にかけたり腰に巻いたりして持ち運んだと考えられており、上野茅谷は個人所有を明確にしていたと位置づけている。都市部から見て、歯が縦に両側、または片側についたものと都市部と直角につけられたもの、および両者の中間型などがある。時期的には縦型の方が早く現れて、 東北地方から北海道にかけての縄文時代早期の遺跡から多く出土し、横型はまず異性に現れ、前期初頭には関東地方に波及し、前期後半には東北地方北部から北海道西南部に達するが、中期以降になると縄文文化の全域にわたって、洋型が優勢を占めるようになる。石材は東北地方では、形質結岸、関東、中部地方は、 警官、黒曜石、西日本においてはサヌカイトが多い。これらの違いは、時間差や地域性を微妙に反映し、縄文文化の内容に多様性のあることを示す、遺物の一つである。エスキモウが動物の皮を剥いだ石器の形状は、日本の石碑と酷似している。中山清高、石碑の項、考古学、高橋賢治、主制道、1913年。 P14 NDLJP 1918652シット BN11481405 三重町の戦士原文ありがとうございます